ダウンタウン林芙美子風が冷たいのでリオは日の当たる側を選んで歩いたなるべく小さい家を目的にして歩く昼頃だったので一杯の茶にありつける家を探した軒伝いに麹場のような板塀を曲がって錆びた鉄材の積み重ねてある 奥を覗くとガラス戸の中でパチパチと火のはぜている小屋があった後ろから自転車で来た男が片足を地につけて「飾の奥役所はどこだね?」と聞いたリオは知らなかったので「私も通りすがりのもので知りませんね」と言うと自転車の男は小屋の方へ行って 大きい声で区役所はどこだろうと聞いているガラス戸を開けて鉢巻きをした職人風な男が顔を出した「四次の通りへ出て新道をまっすぐ駅の方へ行けばわかるよ」と教えたリオは鉢巻きの男の様子が人柄のいい人物のように思えたので自転車をやり過ごしてから 恐る恐るそばへ行って「静岡のお茶はいりませんでしょうか?」と小さい声で聞いてみた暗い土間では七輪に薪を燃やして鉄棒の私をかけた上に大きいやかんが乗っかっていた「お茶はい静岡のお茶なんですけどね」 リオは微笑しながらさっさとリュックを下ろしかけた。鉢巻きの男は何も言わないで土間の腰掛けに行った。リオは勢いよく燃える日にほんのしばらくでも当たらせてもらいたかったのでずいぶん歩いたんですけどとっても寒くて少し当たらせてくださいませんでしょうか。と。 おずおずと言ってみた。「ああいいともそこんとこ閉めて当たっていきな」「男は股の中へ小さい腰掛けを挟みかけていたがその腰掛けをリオの方へやって自分はグラグラする荷箱の方へ腰を掛けた」「リオはリュックを土間の片隅に下ろして遠慮そうにしゃがんで 火のそばへ手をかざすと、その腰掛けかけのよ。男は、顎でしゃくるように言って、炎の向こうにほてっているリオを見た。なりふり構わない格好ではあったが、案外色白い、器量のいい女であったので、お前さん行商に歩いているのかいと聞いた。夜間の湯がチーンと、 鳴り出した「すすけた天井に嫌に大きい神棚が取り付けてあって青々とした榊が備えてある窓の下には黒板がぶら下げてあり穴だらけのゴム長がひそく壁際に置いてあるこの辺がいいって聞いたものですから今朝早く来たんですけどね一軒切りしか 商売がなくてもう帰ろうかと思ったんですけどどこかで弁当でも使わせてもらってと思いましてねそんなところを探して歩いていたんです弁当はここで使っていけばいいさ商売ってものはその日の運不んでねもう少し家の混んでいるところでも回れば案外またいい商売もあるかもしんねえよ 男はゆがんだ本箱のような棚から黄色くべとついた新聞包みを出して酒の切り身を出すと夜間を下ろして鉄棒の私へのせた香ばしい匂いがしたさあその腰掛けかけてゆっくり弁当を使ったらどうだね梨を渡ってリュックから弁当箱の 黒敷包みを出して腰をかけた「何の商売も楽じゃねえなあ静岡の茶っていうのは100問目いくらくらいするんだい?」男は手で酒をひっくり返した「売りは12030円って得なんですけどクズも出ますし高くしちゃなかなか売れませんしね」。 そうさなあ年寄りでもいるうちなら買うだろうが若い者のうちじゃなかなか骨だろうリオは弁当を開いた真っ黒い麦飯に頬刺しの焼いたのが2尾と味噌漬けが入っている何かえお前さんの家はどこだえ下屋の稲荷町なんですけどね まだ東京へ来ましたばかりで西も東もわからないんですほう曲がりでもしているんかいいいえちょっと身を寄せてるところなんです男は汚れた毛糸の袋から大きいアルバイトの弁当箱を出してふたを取った芋飯がぎしっと 押しつぶれるほど詰め込んであった蓋の上に焼けた鮭を手で掴んで入れるとまた夜間をかけて小さいコっパを七輪に突っ込んだリオは弁当の食べさしを腰掛けに置いてリュックから商売ものの茶袋を引き出して花紙に少し取り分けると「これ夜間に入れて構いませんか?」。 と尋ねた。男は恐縮したように手を振って「高いものをいいのかね?」とニコッと笑った大きい白い歯が若々しく見えたリオはやかんの蓋をつまみ上げて茶をさっと湯気の中へ放ったぐらぐらと茶は煮えたってきた男は棚から 湯のみと汚れたコップを出して壁際の新しい2箱の上に置いた「お前さん旦那は何してるんだい?」男はそう言って鮭を半分手でむしってリオの飯の上に差し出したリオは戸惑いしながらありがたく鮭をもらった「主人はシベリアにいるんですけど」 まだ戻ってきませんのでこんなことでもしなくちゃ食べていけないんですわ男はびっくりしたように顔を上げて「ほう旦那はシベリアのどこにいるんだね」と聞いたバイカルのスーチンというところに音信があって秋が過ぎまた今年の冬をやっと越したリオは毎朝 目が覚めて気がめいることも習慣になってしまっているあまりに距離がありすぎるために何の実感もないのだけれどももうその実感のないということにも今では慣れてきていた異国の歌という歌が流行しているというので留吉に歌ってもらったがその歌を聴いているうちにリオはわびしくなってくるのだ 自分の周囲にだけはまだ戦争気分が残っているように思えた遠ざかっていく記憶のもやの中に自分のところだけが平和な色合いから取り残されているようなのだ神様なんてあるものじゃないわリオは口癖のように言っていた暑い季節には毎日が イイライラとれれてやりきれなくなり、きななく少しずつその初熱の気候が焦ってゆくと冬の来るのが責められるように寂しかった人間の辛抱強さにも限度があるとリオは一人で怒っていたシベリアで4度も冬を迎えるリュージの面影がまるで幽霊のようにだんだん 痩せ細って考えられてくる6年間というものリュウジが出生してからはリオは飛び立つ思いの幸福は一度もなかった歳月の速度はリオの生活の外側で何の環境もなく流れているのだ今では誰も戦争のことは言わなくなりたまに夫はまだシベリアなんですと人に言うと その人はまるで使いに行ったものが戻らないような気軽な同情しか寄せてはくれないシベリアというところがどんなところかはわからないけれどもリオには広い雪の砂漠のようなところにしか空想できないのだバイカルのそばのスーチンというところだそうですけどまだ戻れないんです。 自分もシベリアから引き上げでね、黒竜港に近いムルチで2年ほど伐採をやらされたんだがね、人間なんでもうんふんでね、旦那もそりゃ大変だが、待ってるお前さんも大変なことだな。鉢巻きを取って、その男は鉢巻きの手ぬぐいで、湯飲みとコップを拭いて、煮えたぎる茶を継いだ。 まああなたも福井の方なんですかでもよく丈夫で戻ってこられましたんですねどうやら死にもせんで日本へ戻れるというもさリオは弁当箱をしまいながらつくづくと男の顔を見た平凡な男のように感じられるだけにリオは気やすく話ができ居心地が良かった 子供さんあるのかねええ。八つになる男の子がありますけれど、今、転入とか学校のことで、ごたついておりますんですよ。配給の手続きが遅れているもんですから、その手続きからしなくちゃならないし、子供は学校へも上がれない始末で、全く商売で忙しいところへ、毎日手続きのことで、 くやくしゅうってヘトヘトなんです。男はコップを取って、熱い茶をふうふう拭きながら飲んでいる。うまい茶だね。あら、そうですか。もっといい茶があるんですけど、これは二番茶で、原価は一貫で800円くらいなんです。でも案外おいしいってお客様はおっしゃいますわ。 リオも湯の実を病の手に取って熱い茶をふきながら飲んだいつか風向きが変わって西風が強く吹きつけてトタン屋根をピヨピヨ鳴らしていたリオは外へ出るのが心細い気がして少しでも火のそばにいたい気がした200万目ほどを買っとくかなあ。 男はそう言って仕事着のポケットから300円出した「あらお買いにならなくても私200も目くらいなら差し上げますわ」リオは急いで100も目袋を2本出して荷箱の上へのせた「なあに商売は商売だねただもらうってわけにはいかないよまたこの辺りに来たら寄って行きなさい」 ええ、もうそりゃ、寄らせていただきますとも、ここに、お住まいなんじゃございませんのでしょう。リオは狭い小屋の中を見回した。男は弁当箱をしまうと、コっぱの細かくささけたところを剥がして、それを爪ようじにしながら、ここに住んでるんだよ。 ここの手伝いの番人兼、運送係って仕事で、飯だけ近所の姉のところから運んでもらってるんさ。そう言って男は神棚の下の扉を開けた。押し入れのようなところにベッドができていて、板壁に山田伊子図の絵はがきが秒で留めてあった。まあ、便利にできていますのね。 気楽でしょうね。リオはこの男はいくつくらいだろうと思ったその日からリオは世継ぎへ商売に来るようになりこの鉄材置き場の小屋へ寄ることになった男は鶴石義雄という名前だということも知った鶴石はリオの来訪を喜び甘いものを買ったりして待っていることもあった。 鶴石のところへ寄れる楽しみができたと同時に少しずつ茶を買ってくれるなじみもできてこの辺りを歩く商売も楽になったリオは5日目には留吉を連れて世継ぎの鶴石の小屋へ出かけていった鶴石は留吉を見るととても喜んで留吉を連れてどこかへ出かけて行ったがしばらくしてまだ暑い 軽め焼きの大きいのを2つ留吉が持って戻ってきたこれ坊やがふくらかしたんだな鶴石はそう言って留吉の頭をなでながら腰掛けにかけさせたリオは鶴石に細君があるのかどうかということを思うようになっていたそれは別に大した思い方ではなかったけれども きちもかわいがってくれる鶴石を見てふっとリオはそう思ったのであるリオは夫のこと以外は30歳になる今日まで考えたこともなかったけれども鶴石ののんびりした気心を知るようになると鶴石への自分の感情が少しずつ妙なふうに変わってきているようにも感じられた。 リオはこの頃、なりふりも少しずつ構うようになり、商売にも身を入れて歩くようになった。茶のほかに静岡の新類から、鯖やイワシの削り節も送ってもらって、それも一緒に売ってみたが、むしろ茶のほうより削り節のほうが案外よくさばけていくときもあった。リオが、 鶴石のところへ行きだして78日経った頃であったろうかまだ浅草を見たことがないという梨央と留吉を案内して鶴石が1日休みがあるので2人を連れて行ってやろうと言い出した桜にはまだ早かったが時間があったら上野公園も歩いてみようというので約束の日に梨央は 鶴石に教えられた通り上野駅の中の旅行案内所の前に留吉と立って待っていた半生半丼のどんよりした日であったが雨さえなければかえって穏やかな日である10分ぐらいもして鶴石が雪立ての詰まった灰色の古ぼけた背広姿でやってきたリオは青い 波模様の着物地で作ったワンピースにこれも綿入れの薄茶の背広の上着を着てなんとなくおめかしをして留吉の手を引いていた普段より若く見えたしひどく背の高い鶴石と並ぶとリオは洋服のせいか女学生のように背が低く見えた雨が降らなきゃいいんだがなあ鶴石は人混みの中を 気楽に留吉を抱き上げて歩いたリオは大きな買い物袋を下げてそれにパンや海苔巻きや夏みかんを入れて下げていた地下鉄で浅草の終点まで行き松屋の横から二天門の方へ歩いて中店の中へ入っていったリオは浅草というところは案外な 期待外れな気がした。朱塗りの小さい御堂があの有名な浅草の観音様なのかとがっかりしている昔は見上げるように大きい伽藍だったのだと鶴石が説明してくれたけれども少しも大きかったという実感が浮いてこないただぞろぞろと人の波であるこの小さい朱塗りの御堂を 囲んで人々がひしめき合っているトランペットやサキソフォンの物悲しい誘うような音色が遠くでしていた公園の広場の焼け跡の樹木は目をはらんだ梢を風にならしてざわざわと荒い風にあえいでいる古着市場のアーチを抜けると 食べ物屋のバラックが池のぐるりにぎっしりと立っていた油の焦げつく匂いや関東煮の大鍋の湯気が辺りにこもっていたトム吉は箸の先に盛り上げた黄色い綿菓子を鶴石に露店で買ってもらってしゃぶりながら歩いているかりそめの巡り合いとはいえリオは10年も一緒に 鶴石といるような気がして力丈夫だった少しも疲れなかった映画館やレビュー小屋が軒を連ねているアメリカ風な絵看板がみんなうなって迫ってくるような大きい建物の谷間を三人はぶらぶら歩いた雨が降ってきたね鶴石が片手を挙げたので リオも空へ顔を向けた。大粒の雨が降ってきたせっかくの油泉も台なしだと思いながらリオたちはメリーとガラスアンドの出ている小さい喫茶店に入っていった思いがけなく桜の造花が天井からぶら下がっているのが案外寒々しく見えた紅茶を取ってリオはのり巻きやパンを出して 鶴石やや吉に食べさせてやった鶴石はたバコを吸わなかったので食事も案外早く済んだが雨は本格的になり雨宿りの客もいつの間にかいっぱい立て込んできた「どうしましょう随分な雨になりましたねなかなか上がりそうもないわ」「ちょっと待って小降りになったら」 「送ってあげるよ。送ってあげるというのは稲荷町のリオの家のことであろうかと思った」「リオの家は送ってもらったところで鶴石を家へあげるわけにはいかないのである」「同郷の知り合いへ部屋が見つかるまで腰掛けに置いてもらっているのだった」「寝る時は玄関の2畳に休むので自分の部屋というものがない」 リオは稲荷町よりも世継ぎの鶴石のところへ行きたかったのだけれども鶴石の小屋には満足に腰掛けもないのでしみじみと落ち着くというわけにもいかないリオは鶴石に見られないように買い物袋の中の財布を調べてみた700円ばかりの金があったのでこれでどこか 雨宿りさせてくれる宿屋のようなところはないものかと思った「どこか宿屋みたいなところはないでしょうか?」「宿屋はないか?」と言われて鶴石は妙な顔をしたリオは遠慮しないで自分の家のことを正直に話した「だから私このままで帰りたくないんですの」映画も見て小さい旅館でもあったらそこで休んで おそばでも取ってもらって楽しくさよならしたいんですけど贅沢かしらね鶴石も同じようなことを考えていたと見えて自分の上着を脱ぐとそれを留吉の頭からかぶせてリオと雨の中へ出ていき近くの映画館の軒下へ走り込んだ映画は椅子もなく立ってみなければならなかったので 一息でと立っているので、へとへとになり、とめきついはいつかつるいしの背中でぐっすり眠ってしまっていた。早く旅館へ行った方がいいというので、一時間くらいして、映画館を出ると、しのつく雨の中を、旅館を探して歩いた。芭蕉の葉を叩くような音で、雨は辺りに激しくなっている。やっと、 田原町の近くに小さい旅館を見つけた節穴だらけのぎしぎしとなる廊下の突き当たりに狭い部屋がありそこへリオたちは通されたベトついた柔らかい畳が気持ちが悪かったリオは濡れたソックスを脱いだ留吉は床の間の前にゴロリと寝転がしておいた 鶴石が汚れた座布団を留吉の枕にしてやっている問いもないのか膨張した水の音がバシャバシャと軒にあふれて滝になっていた鶴石は黄色くなっているハンカチを出してリオの髪の毛を拭いてやった自然な仕草だったのでリオも何気なくその行為に甘えた雨音の中に すがめるような幸福な思いがリオの胸に走ってくる「なぜ楽しいのだろう長い間の閉じ込められた人間の孤独が笛のようにヒューッとなるような気がしてくる」「こんなところで食べ物を取ってくれるかな?」「そうね私聞いてくるわ」リオは廊下へ出て 茶を持ってきた洋服姿の女中に尋ねてみた「中華そばなら取れるというのでそれを2つ頼んだ茶を飲みながら2人は火のない箱火鉢を真ん中にしてしばらく向き合っていた鶴石は足を投げ出して留吉のそばに横になった梨央は少しずつ暗くなりかけている雨空を 窓ガラス越しに見ていた。おりおさんはいくつだね突然、つるいがこんなことを聞いた。りおは顔をつるの方へ向けて、くすりと笑った。女の歳はわからないよ。二十六、七かね。もうおばあさんですよ。三十です。ほう。自分より一つ上だ。 まあ若いのね私鶴石さんは三十越してんだと思ってたわリオは珍しそうに鶴石の顔を見つめた鶴石は眉の濃い人のいい目元をちらと染めるように輝かせて投げ出した自分の汚れ足を見ていた鶴石も靴下を脱いでいる。 雨は夜になっても止まなかった遅くなって冷えた中華そばが2つ来たのでリオは留吉を揺り起こして眠がる留吉に汁を吸わせたりした2人は泊まっていくことに話を決めた鶴石が帳場へ行って泊まり賃を払ってきてくれた様子で案外小ざっぱりしたヤグが3枚運ばれてきた リオが布団を敷いた部屋の中が布団でいっぱいになるような感じである留吉のジャケツだけを脱がせて川へ用を足しに連れて行き布団の真ん中に寝かせた夫婦ものだと思ってるねそうねお気の毒様ですねリオは布団を見たせいかなんとなく胸が騒ぎ出して 夫にすまなないいような気がしている。先のことはわからないけれども雨が降るから仕方なくこんな風になったと思いたかったし心でそんな言い訳をしていた夜中になってリオがいい気持ちにうとうとしていると「おリオさんおリオさん」リオさんと鶴石の呼ぶ声がしたリオがはっと枕から 顔を上げるとおりおさんそっちに行ってもいいかいとつるいしがささやくように言った雨足が少し弱まって軒の水音も絶え絶えに聞こえる行けないわやっぱり行けないかねええ困るわつるいしは深いため息をついたねえ 鶴さんは私聞かなかったけど奥さんはどうなすって今はいないよ。前はあったのああその方どうなすって兵隊から戻ったら別の男と一緒に暮らしていたよ。あなた怒ったでしょうんまあねやっぱり。 怒ったね。だけど行っちまったものは仕方がないねそうねでもよく諦められたわね鶴石はまたしばらく黙っていた何か話しましょうかうん別に話をすることもないよあの中華そばはまずかったなええ 本当ねえ1杯100円だなんて君たちも部屋があるといいねええ鶴井さんの近くにないかしら私鶴井さんのそばに引っ越したいわまずないねそりゃあったらすぐ話してやるさおりょさんは偉いなあらどうして偉いよ 女はみんなだらしがないってわけでもねえんだなあリオが黙った一緒に抱き合ってみたい気がしたそしてリオはつるいしに知れないように少しずつちぎって捨てるような苦しいため息をついた脇の下が熱くなってきた家を揺すぶるようにトラックが 往来を走っていく。戦争ってやつは人間を虫けらみたいにしちまったね大真面目で強人みたいなことをやってたんだからな自分は二等兵で終わったがよく殴られたもんだよもう二度なんか嫌だな鶴石さんお父さんやお母さんは 田舎にいるよ。田舎はどこ福岡だよお姉さんは何してるのお凌さんみてえに一人で子供二人育ててるミシン一台持って洋裁やってるよ亭主は家中で早く戦死したんだ鶴石は少しばかり 気が持ち直ったのか話し声も穏やかになったリオはこうした夜の明けてゆくのが惜しまれてならない鶴石が諦めてくれたのだと思うと気の毒な気がしたまんざら初めから知らない人間ならこうしたことも何でもないのかもしれない鶴石は リオの夫については一言も聞いてくれようとはしなかったああなんだか目がさえちゃって寝られねえなどうもなれねえことはするもんじゃねえよあら鶴瓶さんあなた遊びに行ったことはないのそりゃあ男だものあるさ玄人ばかりが相手だ 男はいいわね。リオは「男はいいわね」とつい口に出したがそういうか言わないうちにい石がさっと起きてきてリオのそばへ重くのしかかってきた布団の上からであったのでリオは男の力いっぱいで押される情熱に任せていたリオは黙ったまま 鶴石の黒い頭がリオの頬の上に痛かったパーッとまぶたの裏に虹が開くような光が差したリオの小鼻のあたりに鶴石の不器用な厚い唇が触れるダメかリオは布団の中で足を突っ張っていた ひど「い耳鳴りがした。いけないわ私シベリアのことを考えるのよ」。リオは思いもかけない悪いことを言ったような気がした。鶴石は変な格好で布団の上に重くのしかかったままじーっとしてしまった。頭を垂れて 神に平服するような心感とした格好だったリオは一瞬すまないような気がしたしばらくして力いっぱいで鶴石の厚い首を抱いてやった二日ほどしてリオは留吉を連れていそいそと世継ぎの鶴石のところへ出かけていったいつもその時刻には 小屋のガラス戸のところに鉢巻きをして立っていてくれる鶴石が今日は見えなかったリオは不思議な気がして留吉を先に走らせてみた知らない人がいるよ留吉がそう言って走って戻ったリオは胸騒ぎがした入り口のところへ行って小屋の中を覗くと若い男が二人で押し入れの鶴石のベッドを 片付けているるところであなんだよおばさん目の小さい男が振り返って訪ねた。鶴師さんはいらっしゃいますか鶴さん夕べ死んじゃったよ。まあ。リオはまあと言ったきり声も出なかった。すすぼけた神棚にお分かりが上がっているのも妙だと思ったけれども。 まさか「鶴石が死んだたた。めとは思わなかった鶴石が手伝いを乗っけたトラックに乗って大宮からの帰り何とかいう橋の上からトラックが川へ真っ逆さまに落ちてで運転手もろとも死んでしまったのだと教えてくれた」「今日会社の者や鶴石の姉が大宮で鶴石の死骸をダビに伏して」 明日の朝は戻ってくるというのである。リオは呆然としてしまったぼんやりして2人の男の片付けごとを見ていると棚の上にリオが初めの日に買ってもらった茶袋が2本並んでいた1本は半分ほどのところで袋が折り曲げてあったお坊さん鶴さんとは知り合いかいええちょっと 知ってるもんですから。いい人間だったがな何も大宮まで行くことはなかったんだよつい誘われて昼過ぎから出かけちゃったんだわざわざ復員してきてバカ見ちまったというもんだな越えた方が山田いの絵はがきを外してプッと絵はがきのほこりを口で吹いたリオは ぼんやりしてしてまった七輪も夜間も長靴もそのままで辺りは少しも変わってはいない黒板に目が行くと赤いチョークで「リオ殿二時まで待った」と下手な字で書いてあったリオは留吉の手を取って重いリュックを揺すぶり上げながら板辺を曲がったが 急にじーんと鼻の奥がしびれるほど熱い涙があふれてきた「おじさん死んじゃったのうんどこで死んだんだろう」「川へはまっちゃったんだとさ梨をは歩きながら泣いた涙が吹いて目が痛くなるほど泣いた」 リオと留吉が浅草へ出たのは2時ごろであった駒形の橋の見える方へ出て川沿いに白ひげの方へ歩いたここが隅田川というのだろうとリオは青黒い海のような水を見て歩いたもしものことがあって子供ができたら困ると言ったら 鶴石はどんな責任でも負うから心配しないでくれと言ってあの朝別れる時に白石はリオに毎月2,000円ずつぐらいは自分にも面倒を見させてくれと言った鉛筆をなめながら小さい帳面にリオの稲荷町の住所を書き留めていた別れ品に鶴石は 田原町の洋品屋で留吉に眠りの野球帽子を買ってくれたりした雨の上がったぬかりみの電車通りをやっとミルクホールを探し当てて三人で一本ずつ牛乳を注文して飲んだリオは川風に吹かれながらブラブラと川淵を歩きながら思い出しているのだ ひげのあたりに水鳥が淡く群れ立っていた青黒い流れの上をさまざまな荷船が往来していたリオはシベリアの夫の面影よりも色濃く鶴石の面影の方がはっきりと浮かんでくるお母ちゃん漫画買ってくれよ後で買ってやるよさっきいっぱい本のある店の前通ったね そうかい見なかったリオはまた後ろへ引き返したどこを歩いていいのか訳がわからない二度とあした男に巡り合うことはあるまいと思えたお母ちゃん何か食べようよリオは次から次とねだってくる友吉が急に尺に触ってくる白い野球帽子の 赤いネームのが可愛かった。どこへ行くあてもなかったリオは川淵の下谷風なバラックの家々を眺めて家のある人たちがうらやましかった二階に布団を干してあるのが目についてリオはその家の格子を開けた静岡のお茶でございますけど香りのいいお茶 「いかがでございますか?」と愛嬌のいい声で呼んだ返事がないのでもう一度リオが呼ぶと正面のはしご段の上から「いらないよ!」とつっけんどんな若い女の声がしたリオはまたその隣の家のガラス戸を開ける「静岡のお茶でございますがはいいりませんよ」 玄関脇の部屋から男の声で断られたリオは一軒一軒根気よく玄関に立ったが一軒もリオに荷を下ろせという家はなかった留吉はぐずりながらリオの後ろから歩いてくる寂しみを紛らわすためにリオは誰も買ってくれなくても一軒ずつ戸口に立つのが面白かった 小よりはマシだと思った。二巻目あまりのリュックは相当肩にしびれてくるリオはリュックのベルトの当たる肩のところへ手ぬぐいを一筋ずつ当てていた明くる日リオは留吉を家に置いて一人で四つぎへ出かけた子供を連れていないせいかしみじみと一人で 鶴石のことを思う自由があった板塀を曲がると思いがけなく声の中で火がはぜているリオは最初の火のことが懐かしくリュックをずり上げながらガラス戸に近寄っていった発っぴょ来た年を取った男が七輪に薪を燃やしていたいぶった煙がもうもうと小さい窓から吹いていた なんだねその男が煙にむせながらこっちを向いたお茶を売りに来てたもんですああお茶はまだ上等なのがたくさんあるからいらねえよリオはガラスとへ手をかけていたのをやめてすっと小屋から離れたあの小屋の中へ入ってみたところでどうにもなるものではないのだ あの老人に聞いて鶴石の姉の家を訪ねてせめて線香の一本でも備えていきたいとも考えないではなかったのだけれどもリオはそれも諦めてしまったどうなるものでもないのだ今は何もかも物多い気がした何の連想からかリオは鶴石の子供をもしも めごもるようなことがあったら生きてはいられないような気がして生きたシベリアからいつかは夫は戻ってきてくれるだろうけれどももしものことがあったら死ぬより仕方がないようにも考えられてくるだが珍しくあたりは明るい日差しで川底の乾いた包みの両側には燃えるような青草が 目に染みたリオの両親は案外傷つかなかった鶴石を知ったことを悪いと言った気は少しもなかった行商してみて茶が売れなかったら清水へ帰るつもりで上京してきたのだけれどもリオは商売があってもなくても東京がいいと思ったし のたれじにしても東京の方が今はいいのだリオは包みの青草の上に腰を下ろした目の下のコンクリートのかけらのそばに子猫の死骸が向こう向きに捨ててあったリオはすぐ立って肩の荷を揺すぶり上げて駅の方へ歩いたふっと横路地を入ると玄関のガラス格子に 板の打ち付けてある貧しげな家へ声をかけた「静岡のお茶はいりませんでしょうか?」「そうねいくら高いのでしょ?」う。リオが格子を開けると旅の親類を内職にしているらしく23人の女がこっちを向いた「ちょっと待ってくださいな今空き缶探してみますからね」 と次の前小柄な女が消えていった。自分と同じような女たちがせっせと旅底を縫っている。時々針が光った。